バウアーが清宮に投げたナックルカーブエグすぎワロタ。マイコラスかよ、こんなん誰が打てんねん。156キロのストレートとのコンビネーションで打てんやろ。サイヤング勢ってすごいんやな。これはダルよりすげえわ。カットすらできんボールや。セーミアの顔 WWW 面食らってて草。ストレートを高めに放り込むから落ちる球が綺麗にストライク入るな。うまく決まってなかっただけで、最初のパカパカ打たれてた頃もこのボールは三振取れてたしな。9回のピッチングとは思えないよな。ストライクゾーンの高めギリギリから落ちて最後はワンバウンドって感じだから、打者からしたら消えて見えるかもな。次の加藤への高めストレート X 見逃し三振のスライダーのコンビネーションもやばかった。左打者にはスプリットチェンジもあるからな。どうなってるんだこの投手。